人間機械論とは人間を機械に見立てる思想、哲学、思考、立場である。通俗的には18世紀のフランスの哲学者ジュリアン・オフレドラメトリーによる同盟の著書によって知られ、その吟味の転換点と捉えられる。人間を機械に見立てる文脈は古くからあった。哲学と工業の距離は古代ギリシアにおいても意識され、 その科目差は配慮としても捉えられた。後に、正規論となる思想の拒絶はもとより、ジョジシア宗教との決別も、その影響の範囲である。古代ギリシアの哲学者エピクロスは、万物を原始の動きと考えた。近代哲学のソルネデカルトは、動物を機械に見立てる、動物機械論者であり、人間の体も機械に見立てる、身体機械論も唱える一方、 自己の意識を含む人間の全体を、心身に言論から機械とはみなさなかった。啓蒙の時代のフランスの哲学者で医者のラメトリーは、人間は機械だと唱えた。1747年に、人間機械論を刊行。唯物論の有名な本である、科学の進歩に貢献した。サイバネティックスの創始者、ノーバート・ウィーナーが書いた本には、翻訳で、 人間機械論と題されているものがあり、20世紀のサイバネティックスやシステム論に大きな影響を与えている。ありがとうございます。